はい、皆さんハロハロベコです。お久しぶりです。はい、ということでね、今回はエブリィのダメなところカスタム編をやっていきたいと思います。いろんなねところをカスタムしてって、エブリィもうちょっとここだなっていうところがいろいろね見えてきたんで、それのねご紹介をしていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。はい、ということでね、今回はエブリィここがなって思うポイントがいくつか上がってきたので、それをねご紹介をさせていただきます。まずねこちらドドンと、ホイールですね、これがね結構ね悩ましいんですよ。エブリィっていうか特に17系のエブリィに関しては奥行きが浅いんですよね。なので例えばリム幅とかオフセットを少しでも変更してしまうと、ここのフェンダーのラインからホイールタイヤが出ちゃうんですよね。俗に言うはみタイっていうカスタムになってしまいます。で例えばノアとかボクシートヨタのね、あとはまあエスクワイアとかか、 6J の53っていうオフセットをまあ最もつけることが多いと思うんですけど、その辺の車に関してはリム幅とかオフセットをまあ多少いじってあげて、でまあ、15インチ以上が多いと思うので比較的ホイールの種類も多いんですよね。なのでいろんなホイール選びっていうのをね楽しめるんですけど、エブリィの場合はねなかなかないんですよね、例えば廉価ホイールとか12インチ13インチ14インチっていうのはあるんですけど、おこれいいなって思うホイールがあったとしても、例えばこのスポークって言われる部分、この車輪のところですね、ここがこう湾曲してしまっていて外にこう出てしまう、浅いがゆえにスポークだけ出てしまうとか、そういうこともあり得るんですよね。だから結構エブリィのホイールって選ぶのが難しいです。特に64のエブリィに関してはまだそこまでシビアではないんですけど、17系のエブリィに関しては結構シビアなところがあります。だからある程度ホイールを知ってないと、かっこいいホイールこれ装着できるかなできないかなって悩むことがあると思います。例えばね仮に、オフセットだとかスポークのせいで数ミリこのフェンダーのラインから出てしまうこともあるんですね。そういった時にこのフェンダーのところにオーバーフェンダーっていうのをつけてあげるんですけども、これねエブリィの場合また悩ましくて、エブリィのこの横幅っていうんですかね、これが軽規格ギリギリのサイズなのでオーバーフェンダーが付けられないことが多いんですよね。付けられたとしても数ミリ程度、ちょっと正式に数字は見てないんですけど、1センチ以上とか付けちゃうと軽の車幅がクリアできなくて普通車扱いになってしまうんですよね。だからそういったところも結構難しいですね、ホイール選びっていうのが。で続いて2つ目がこのねヘッドライトなんですよね。ヘッドライトの電球が結構悩ましくて、そうだなちょっと一回ボンネット開けてみましょうか。よいしょよっとよいしょかな、よいしょ。はい、ということでね今ねボンネットを開けてみました。で次に悩ましいポイントがこちら、ヘッドライトの LED ですね。もともとエブリィの場合標準装備でハロゲンがついていたんですが、それをね電球を LED に変更しました。で LED に変更したことによってかなりね明るくなり視認性が良くなって安全性が高まったんですけど、実はねこの LED のバルブの後ろにファンがついてます。 LED って比較的ね熱を持つことが多いので、その熱を冷却させるために後ろにファンがついていて、それが回り始めます。それで冷却していくんですけど、特にまあエブリィだけじゃないかもしれないんですが、運転席とヘッドライトがこの近い距離の車の場合、まあそうだな、例えばハイゼットとかもそうなるのかな、あとはまあ軽トラックとか、この運転席とヘッドライトの距離が近いがゆえに LED の後ろについているファンが回り出すと、そのファンの振動と音が
運転席のところまでダイレクトにね伝わるようになりました。それ気づいた理由っていうのが、ヘッドライト点灯しっぱなしの状態でエンジンを切った時にわーって回る音がしてて、でヘッドライトをオフにした時にそのわーっていうね音がなくなったので、あーこれもう完全にヘッドライトのファンの音だって思って、それをね一回気にするともうずっとね気になった状態になってしまってストレスを感じてます。だから、変な話、今ねヘッドライトのこの LED の電球、ファンレスっていうものもあるんですけど、ちょっとねベコの場合古い考えなのか、熱を持ってしまうとすぐね玉切れしてしまうんじゃないかなってね思ってるので、あえてねファンレスの電球っていうのを使いませんでした。なんですけど、これから LED に交換する場合はファンレスのものを採用しようかなって思っております。これねエブリィの、カスタムのダメなところっていうよりも電球次第なのかな。あでもやっぱり運転席とヘッドライトが近いがゆえに、そういったねデメリットも出てきてしまうんじゃないかなって思います。で3つ目なんですけど、ここが見やすいかな。でこのエブリィの場合はリフトアップっていうカスタムをしてます。今ね上げ板っていうカスタムがブームになってまして、板を車高を上げてあげてオフロードとか走りに行って、アウトドアをね、楽しむ方が増えてきてるんですよね。でそういったブームにレコも乗っかって楽しんでるんですけど、そのね上げたことによって、デメリットがいくつかありまして、車高を上げるのはここについてるバネで上げてるんですけど、純正よりも少し長めのね、バネを交換してあげてます。でここのバネだけを交換すると、もちろんね中にあるショックっていうのは交換してないので比較的ね乗り心地が硬くなります。なので例えばコンビニとかのこう段差があった時にガツンっていう付け上げ感っていうんですかね、この付け上げ感がかなり痛ってなる時があるんですけど、それはねある程度バネだけを交換するっていうところで、そういったデメリットはある程度予測はしていました。なんですけど予測ができなかったところもありまして、このねプロペラシャフトの振動がダイレクトに伝わるようになりました。っていうのも足回りを硬くしたおかげでこのシャフトがね回って、シャフトっていうのがエブリィの場合前の席の下にエンジンがついてるんですけど、そのエンジンの動力を後ろのタイヤに伝えるためにここにシャフトっていうね棒がついてるんですけど、それで後ろのタイヤが動いてエブリィはこう前に進むんですけど、そのシャフトの回転する音だとか振動っていうのが足回りを硬くしてしまったため、柔らかいバネに比べて車内の方にねこう振動や音が来てるんじゃないかなと思ってるんですよね。で特にエブリィの場合は荷室に荷物を積むことが多いので、荷物をね多く積んだ時にこのシャフトのこの揺れだとか振動音っていうのがダイレクトにね運転席に伝わるようになりました。シャフトがね回ってるシーンはオープニングで使っているこのねシャフトの音がねなかなかね悩ましいんですよね。基本的にはベコの場合機械的な動作っていうのがかなり好きなので、むしろ嬉しいことではあるんですけど、気になる方はもしかしたら気になっちゃうかもしれないですね。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。今回はエブリィのダメなところカスタム編っていうのをやっていきました。エブリィはな、他の車種に比べて制限が多くてできないことも多いんですよね。悩ましいなもちろんね車ってノーマルが一番いいよって、言ってる方多いんですよね。なんですけど何かをカスタムすることによって必ずノーマルの均衡がバランスが崩れてしまって、その崩れてしまった部分を補填していくっていうところがカスタムの楽しさの魅力でもあります。で最近は軽バンを使って車中泊したいよっていう方がね増えてきてると思うんですよね。それでせっかくだから
K1 をもっとかっこよくねカスタムしたいよって思う方が多いと思うんですね。であえてベコがカスタムすることで浮かび上がってきたデメリットっていうのをね、皆さんにさらけ出して、皆さんはね同じようなことをしない方がいいですよってね分かってもらえれば、幸いです。はい、ということで、もしねよろしければエブリィのダメなところ、もしくはまあカスタムしてここがダメだったな、失敗しちゃったなっていうところがあれば、ぜひね下のコメント欄にコメントいただければ幸いです。それじゃあ今回はこの辺でバイバイ。あー、そう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 、そういえばさっきエブリィのねパーツが入荷しましたもうね車いじりが楽しくて、ずっと車いじってたいっていうね、もうド変態です。はい、次回はこのパーツを取り付けようかなと思っております。ぜひねチャンネル登録していただいてお待ちいただければ幸いです。それじゃあ今回はこの辺でバイバイ。